マラトミハイロビッチ・サフィンは、ロシア・モスクワ出身の元男子、プロテニス選手、政治家。ATP ツアーで、シングルス15勝、ダブルス2勝。右利き、バックハンドは、両手打ち。シングルス自己最高世界ランキングは1位。6歳年下の妹ディナラ・サフィナも2009年4月に、女子テニス世界ランキング1位になり、マラトとディナラは、史上初の、 兄弟世界一位を実現させた。グランドスラムでは2000年、全米オープン男子シングルスと2005年、全豪オープン男子シングルスで優勝。デビスカップロシア代表としてデ、デビスカップ2002、デビスカップ2006の優勝に貢献。ロシア男子初のウィンブルドン準決勝進出者。マスターズシリーズ優勝5回。元プロテニスプレイヤーの母親の指導家、父の経営する。 スパルタテニスクラブで練習していたサフィンは14歳の時にスペインのバレンシアのクラブに移りさらにトレーニングを積み重ねていった経済面で苦しむ中1997年にプロ入りする1998年4月から男子テニス国別対抗戦でビスカップロシア代表選手になる同年の全仏オープンで予選を勝ち上がったサフィンは 本戦の1回戦でアンドレアがし、2回戦で大会前年優勝者のグスタボクエルテンを破る大活躍で有名になった。この時は地元フランスのセドリック・ピオリーンとの4回戦まで勝ち進んでいる。この年は全米オープンでも4回戦まで進出し、18歳の早熟な才能を世界にアピールした。2000年は彼にとって飛躍の年となった。 全仏オープンでベスト8に進出し、世界トップ10入りを果たす。同年の全米オープン決勝で、ピート3プラスを6から4、6から3、6から3のストレートで破り、20歳の若さで4、大大会初優勝を果たした。20歳の若者が、ほぼ完璧な試合内容で3プラスを打ち破って初優勝したことは、大きな評判となり、翌年の五月には、 第2回ローレウス世界スポーツ賞の最優秀新人賞を授与されている。結局2000年は7大会で優勝し、11月20日付のランキングで世界1位になるなど、名実ともに世界のトッププレイヤーの仲間入りを果たす。2001年ウィンブルドン選手権ではベスト8に進み、本大会の優勝者となったイン・はニセビッチに6から7、5から7、6から3。 6から7で敗れた。全米オープンでは、準決勝で3プラスに敗れて、大会連覇を逃した。この年、フェデラーとダブルスを組んだ、スイスオープングスタードでダブルス初優勝を飾っている。2002年全豪オープンでは4回戦で、3プラスを破り、準決勝でトミーハースをフルセットの末に下して、2度目の4大大会決勝に進出するが、 トーマス・ヨハンソンに敗れて、準優勝に終わる。全仏オープンでは、ベスト4に入り、ファン・カルロス・フェレーロに敗れた。2004年前後オープンでは、ノーシードからトッドマーティン、ジェームズ・ブレイクといった実力者を下し、準々決勝では、当時世界ランク1位のアンティロディックを2から6、6から3、7から5、6から7、6から4で、準決勝では、アンドレア・ガシを7から6。 7から6、5から7、1から6、6から3で破り、2年ぶり2度目の前後決勝に勝ち進んだ。決勝ではフェデラーの前に敗れるが、前年のブランクからの完全復活を強く印象付けた。また ATP マスターズシリーズの一つであるパリマスターズでラデックスティパネクを破り、大会最多タイとなる3度目の優勝を飾っている。二千五年前後オープンでは、 準決勝で4時間28分の激戦の後に、フェデラーを5から7、6から4、5から7、7から6、9から7で破ると、決勝で地元オーストラリアのレートンヒューイットを1から6、6から3、6から4、6から4で破り全豪初優勝を果たした。その後は怪我のためツアーを離脱することが多く、また満足いくプレーができずにいたが、 2008年ウィンブルドン選手権にて28歳にして初のベスト4入りを果たす。サフィンは2回戦で当年度の全豪オープンに優勝者のバクジョコビッチを破って波に乗り、それまで高成績の少なかったウィンブルドンで自己最高成績を出したが、準決勝では第1シードのフェデラーにストレートで敗れた。2009年はほとんどの大会で早々の敗退が続き、 母国ロシアのサンクトペテルブルクオープンで準決勝に進んだのが最高だった。BNP パリバマスターズでのタイフラン・マルティンデル・ポトロ戦が現役最後の試合となり61位でそのキャリアを終えた。サフィンはデビスカップロシア代表選手としても2002年2006年と二度ロシア代表の優勝に貢献した。2002年の決勝でフランスを破った勝利は ロシアのデビスカップ初優勝であった。2000年、2002年、2004年と3度、年末トップ10に入り、テニスマスターズカップにも出場した。2000年から2001年にかけて、合計9週間にわたって、世界1位に君臨し、ツアー通算15勝には、4大大会2勝とマスターズシリーズ5勝が、含まれている。サフィンは2011年12月のロシア、 連邦議会会員選挙に統一ロシアから立候補して当選し政治家になった。2016年にロシア人として初めての国際テニス伝道入りを果たした。最速220キロを超える高速サーブ、強力な両手バックハンドストロークを武器とするオールラウンドプレイヤー。特に校長時の角度をつけたバックハンドは手がつけられず対戦相手にとって脅威であった。 2000年全米オープン決勝3プラス戦、2005年前後オープン準決勝フェデラー戦といった時の最強プレイヤーを打ち倒した試合に代表される通りハードコートを最も得意とした。ただし、好不調、感情の波が激しいのが最大の弱点。2004から2005年前半、好調時はナダルが対等するまで最強プレイヤーのフェデラーと互角に戦える。 唯一の存在であったが、自滅したり、あっけなく負けることも多く、派遣を握ることはできなかった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2003年前後の不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。